ていう話なんですけど、しかも、もともと寝たきりですよ。その寝たきりの坂本先生が900回をずっと一人で開催されてたんですけども、今では認定技術者とか、他の方たちで、今日私が講演させてもらったりとか、他の方たちで一緒に全国でやってるんですけども、これ、なんで坂本先生そんなすごい数字叩き出せたのっていうと、一言で言うと、病気にならないからです。もともと寝たきりで、1ヶ月間おむつ生活してた人が、病気にならないところまで行かれたんですね。だから、こういう活動が行えるんですけども、坂本先生、日本全国回っておられるんで、なんか国内旅行してる気分だよって言って楽しんでやっておられました。北海道行けば札幌ラーメン食べたり、大阪行けばたこ焼きを食べたり、で富山に来ればお魚を食べたりとかって、まあ、なんか国内旅行してるようなもんだよって言いながらこう楽しそうにやってたんですけど、皆さんも体調が悪くって計画したことが万全の状態でできなかったとか、場合によってはひどい時はキャンセルしなきゃいけない時があったりとかっていう経験がある方とかもいると思うんですけど、そうじゃなくて計画通り